ホスト激戦区歌舞伎町にてホスト1700人の頂点に君臨した男、水木麗斗が率いるホストクラブアクセル。このホストクラブに新たな風が吹き込んでいた。カメラに映されたのは一攫千金を夢見て入店してきた新人ホストたちの姿。ホスト TV は約1年にわたりアクセルに密着し、数々の問題で日々奮闘する代表水木麗斗を追ってきた。そんなアクセルは新しく入店したホストたちにより徐々に変わりつつあった。この日ホスト TV スタッフは彼らの一日を追うことに。そこに映されていたのは、いつかなりたいですね。あ、なりたいですね。なりたい。夢と希望、そして悔しいです。現実、波乱に満ちた一日だった。営業前、彼ら新人ホストは掃除を行っていた。彼らのほとんどがいわゆる掃除組。ただ全員がほぼ同期ということもあり、どこか和気あいあいとしていた。入ったきっかけとかって何だったんですか、アクセルさんに。この子の紹介です。あ、そうなんですか。友達で。どうですか、アクセルさんは。雰囲気すごいいいですよ、本当に。どうも、新人の流星です。嘘つくな。どうですか、その新人さんたちは。いや、いい子めっちゃ多いですよ。なんか本当に前までは本当にゴミダメだったりするのが多かったんで、社内不適合者とか本当に、なんだろう、根が真面目っていうか、その上下関係をしっかりしてるって言いますか。そこはなんか俺らも忘れてた部分もしっかり見習いたいなとは思います。なるほど。いや、すごいいい作用をしてるんですね、今。そうですね、割と。本当にな、みんな。彼らのほとんどがホスト未経験。その中で自撮りをしている彼は、今どんぐらいですか、入って。今日で5日目です。あ、5日目なんですね、はい。で、未経験で。未経験。あ、そうなんですね。なんかもうすでにちょっとホストっぽいというか。嬉しいです。ありがとうございます。アクセルさんなんか結構新人ホストが入って雰囲気変わりましたね。あ、めっちゃ入ってくれて今一番いいかもしれないですね、アクセル史上。もう真面目な子たちしかいないんで、もうマジで僕も本当に 100% で向き合えたらいいなと思って向き合ってます。アクセルの中でホスト好きですかって、忖度なしで言ってくださいって、はいはい、聞いたんですよ。はいはい。レキさん出なかったっす。うわ、やば。誰が一番好きなの、従業員でアクセルのタイプ。ルキさん。推しのホストはルキさんです。ルキさん、ルキさんです。ルキ1位でした。ルキ1位でした。そっか。いや、俺もめっちゃ優しくしてるんですけどね。そんなレイト代表が期待を寄せている新人ホストは、新しい子たちの中だったら今一番売り上げ高いかもしれない。あ、本当ですか。はい。抜けてらっしゃる感じ。あ、掃除組抜けてるよ。来月から抜けるんで、多分3ヶ月ぐらい抜けたんで。あ、そうなんですね。外野来てますね、結構。今一番ホープかもしれないです、新しい子たちの中だったら。もともとやられたんですか。いや、僕初めてです。あ、初めてなんですか。そうっすね。そうっすね、姫たちも自分のために頑張ってくれて、まあ、掃除すぐ抜けたって。僕は1年かかったんで。すごいっすよ、センスあります。いや、すごいっすよね、はい。アクセルさんで推しのキャストとかいます、はい。あー、推しっすか。まあ、身近で言うなら、まあ、やっぱルイさんとケイ君とか、で、まあ、先輩で言うなら、まあ、レンさんとかルキさん、まあ、で、まあ、キャスト、まあ、プレイヤーじゃないですけど、まあ、内勤の金髪のジンさんとか結構お世話になってて、はい、面白いですね。アクセル結構みんな優しくて親しみやすいし面白いしって感じで、割とみんな仲良くさせてもらってます。レイさんが一回も出てこないんですよ。そして少し元気がない彼は、いつもはちょっと元気なんですけど、雨じゃないですか。はい。ああ、なんか低気圧とかあるさ、俺若干頭痛い。僕は成人してるんですけど、彼は未成年だ。あ、そうなんですか。おいくつですか。18歳。あ、そうなんですね。営業が始まり、彼らも宅に着くが、彼らがついていたのは体験入店の席だった。
ついたりするんだ。ああ、なんかバリバリっすね。もう入って2週目ぐらいからちょっと行ってこいみたいな。そこら辺はもう積極的にもうバンバンついて実際結構未経験の子とか来たりするじゃないですか、はい、未経験だからこそ通じ合えたりするとかもあるので。そうですね、今日はラーメンで、ラーメンでつながりました。ラーメントークを、そう、ラーメントークをめちゃめちゃしてきました。終わりました。新人の方もやっぱ退任のこと話させたりするんですね。意外とそうですね、それはわざとやったりもしますね。理由としましては、なんて言うんだろう、最近入った子たちだったりどういうキャストがいるかっていうのも、まんべんなく見せるっていうのもあるんですけど、まあ新人たちからしても逆に男性と喋るいい機会だったりとか、編入者からも、まあ、こんなプレイヤーがいるんだとか、幅広く分かるようにはしてます。結構こだわってみますね。まあ、店によってはなんか役職者のみとか、まあ、ベテラン勢がつくことは多いんですけど、うちは逆にそれをそれもしますけど、プラスアルファでやってます。営業中、彼らはヘルプとして席につき、その合間で今のホストには欠かせない SNS の更新を行っていた。すごい地道ですね。すごい、ここはね、営業開始で、すごいな、バラバラつけちゃう。まあいいんじゃない。なんすか。いや、なんすか。まあいいんじゃない。いいですか。ほら、俺のロックガムちょっと可愛いから。可愛くないですかね。なんか鮎の塩焼きなんですよ。鮎の塩焼き、魚めっちゃ好きで、今日誕生日です。おめでとうございます。俺じゃないですか、一番最初に言った。そんなことないですか。あ、そうですよね。ほら、昨日からもう言ってましたね。明日も京都の誕生日です。なんか結構もう皆さん今日は聞いてやってる感じ、やっぱ歴が長いから、もともとやってたら、このハッシュタグだけ今聞きます。7店舗ぐらい回って、大将と唯一喋れた店がここだったんで。今日はホストは顔じゃないっていうことを分からせたいだけです。営業も中盤に差し掛かり、お客様が続々と来店。そんな中、入店5日目の真っ白はというと、ご案内しめ、ご案内しめ、いろいろ、なんか考えないとなって思って。やっぱ緊張します、お客さんの前とかだと。めっちゃ緊張します。細かい気配りはできているものの、まだお客様の前では緊張してしまうという。一方その頃、低気圧でテンションの低い春馬は、初回どうだった？初回、まあ、ちょっとあんまりこう、僕の的にはこういう話はいけなかったかなと思って。次はもっとあれなんですけど、はい、もうちょい笑顔を手伝うために。でもみんな真面目っすよ。真面目っすよ。すごい。真面目すぎて逆にちょっと。まあ真面目すぎるのも良くないんですけど、やっぱりちょっと隙がある方が、やっぱ代表とかも結構ちょっと子供っぽさとかあるけど、やっぱ硬すぎるのも良くないですよね。やっぱコミュニケーション9割ぐらいで。そんな中。レイ初送りです今日。あ、本当ですか。はい、本当に。さっき送りもらった。レイ初送り。ヒューガの送りだったっす。嬉しいわ。ヒューガは何て言われたの、送り。気遣いが一番できるから。ほら。やるやん。彼ら二人は初回宅にて、この日、送り指名をもらうことができた。どうですか、その初送りの二人の感想。感想聞きたい。感想聞きたい。めっちゃ名前出したやつ。こっそりどうですか。しかし、一緒に入ったんですけど、
先に送りをもらわれちゃったので、ちょっと悔しいです。マシロは送り指名をもらえなかったことに悔しさをかみしめていた。営業も終盤、この日レイト代表の宅からシャンパンコールが鳴り響き、彼ら新人ホストたちもコール隊の中にいた。僕が実は誕生日で、まあ、ケイトってなんかなかなかやんね、代表と、マジで、マジで、リーダー、リーダーあんまりしたことないんですけど、指名させていただいて、すごい。もうあんまりちょっと言うこと考えてなくて軽く言っちゃってるんですけど。俺が一番最初に LINE したんじゃない？はい。俺が一番最初にアクセル LINE したんじゃない？誕生日生まれた。ああ。ダメです。いいよ意味ない。ケイの。ここがどこが良かったか。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。ご誕生日おめでとう。ありがとうございます。そうなんですね。初めてね、僕もこう一緒に働いて、すごい、みんなとこう僕は、すごいいい子たちに入ってきて、すごい嬉しいんで、この中でも、一戦場プレーヤーだったりとか、1億円プレーヤーとかをね、回復できたらいいなって、本気で思ってるんで、まだみんなはね、そういう自覚ないかもしれないけど、僕が本当に嬉しいので、これからもついてきてくれたら嬉しいな。さっき細ってみる人聞いたんですけど、可愛い感じだった。好きな人だ。誰に感じになったって時に、誰一人俺が出てこないっていう。絶対おもろい。いや、もういいよ。そして、この日の営業が終わり、新人ホストたちも一段落かと思われたが。